亀島さん、入って入って。ちょ、てめえひよこ、押すな。俺たち、鮫島さんに話があるんだ。俺はねえよ。まあ、そう言わずに。はい、ここ、座って。座って座って。なんなんだよ。すんません、ちょっとでいいんで時間ください。これもお仕事の一環ですから。仕事だ？おい、待て、そら、なんで鍵閉めた？では、ビデオを回します。準備 OK です。始めましょう。おい！インクロアルバム発売記念特別企画、鮫島プロデューサー一問一答。は？インクロ初のアルバム制作にお力添えいただいた鮫島プロデューサーにいろいろ質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。こんなん聞いてねえぞ。緊急企画なので目線こっちにください、プロデューサーさん。あ、一応言っておきますけど、これウェブで公開予定です。鮫島さん、笑顔。では、鮫島さんに質問ある人。はいはいはい。はい、津上くん。鮫島さん、彼女いますか？うるせえ、ぶっ飛ばすぞ。いないのか？いなそうだね。つか、一番最初にそれ聞くのかよ。だって気になんじゃん。で、いるんですか？いないんですか？おい、こらマネージャー様、お前まで調子こいてんじゃねえ。いないならいないって言うだけじゃないですか。そういうお前はいんのかよ。いません。へえ。なんでニヤニヤするんですか。別に。突然二人同窓会になるのやめてもらえます？すみません。お前らの質問が悪いんだろ。質問変えるか。あ、じゃあ俺聞きたい。鮫島さん、好きな食べ物は？聞いてどうすんだ。知りたいから。ビデオ回してまで聞くことかっつってんだよ。ファンはみんなそういうの知りたいんすよ。そうそう、お前らのファンが俺の好きな食い物知りたいわけねえだろうが。鮫島さんのファンは喜ぶんじゃない？いるか、そんなもん。いますって。しかも鮫島さん、露出が少なくてファンの間じゃ結構謎の人だし。俺も鮫島さんのことを結構好きだから知りたい。嫌いなんだよ、取材とか。けどファンってどんな人が作ってんのか結構気にすんし、鮫島さんのことをいっぱい知れたらきっと音楽ももっと好きになんじゃん。作り手側のストーリーも今時大事だよね。そうですよ、自己プロデュースは大切です。んなこと言われてもとっさに思いつかねえ。確か辛いもの好きですよね。そうだな。ちなみに今でも魚介類嫌いなんですか？魚嫌いなの？サメなのに？関係ねえわ、ダボ。食の好みを把握してるなんて、トビちゃん、鮫島さんと仲いいんだね。違いますよ。さらっと否定した。だってハヤトさん、嫌いなものを他人のお皿に全部放り込むから嫌でも覚えます。うわ、迷惑でしょ。空のお皿には入れねえ。なんで？文句が多くてめんどくせえから。店はどこでもいいって言ったくせに、入った途端好き嫌いを口にする人の方がよっぽどめんどくさいです。食いてえもんだけ食いたいんだよ、文句あるか。俺からも質問いい？もちろん。ではひばりくん。辛い刺激物が好きでタバコ好き、どっちも肌に悪そうなのに、なんでそんなツヤツヤなんです？知るか。それ俺も気になってた。肌綺麗っすよね。わあ、ほんとだ。鮫島さん触らして。やめろ、気色悪い。何かお手入れしてます？するか、そんなん。羨ましい。せっかく素材がいいんだから、もうちょっと小綺麗にした方がいいですよ。たまに武将髭のまま現場来るけど。どこ見てんだお前らは。いや、自分が撮影される機会増えたんで気になって。トキ君はきちんと睡眠取るだけで随分違うと思うな。うん、あと飯たくさん食った方がいい。あは、まあそうだよな。あ、俺もう一個質問思いついた。いい？どうぞ。おすすめのサメ映画は何ですか？はあ？サメ映画いっぱいあんじゃん。あるね。続編になると頭がどんどん増えるの、なんでなんだろうな。あれ、怪獣っぽくて俺結構好き。個人的に
形はともかく雪山に現れるのはどうかと思うんだよね。確かに、せめて海にいてほしさはあるな。家に来るやつなかったっけ？あったあった。山に登れるなら家に来ても不思議じゃないな。いやいやいや、ありえねえし普通に怖えわ。あ、ほんとだ、ネットにこんなリストが。あー、サメの映画ってたくさんあるんですね。知らなかったな。で、サメ島さんはどのサメ映画好き？知らねえしどうでもいいわ。お前らいちいちサメと俺を関連付けんのやめろ。みんな映画好きなんですね。うちで時々見るんだけど、今度トビちゃんもおいでよ。いいんですか？もちろん。サメ島さんも一緒に見よう、サメ映画。見ねえ。というわけで皆さん、サメ島プロデューサーに一問一答いかがでしたか？面白かった。うん、サメ島さんといろいろ話せて楽しかったな。あんまちゃんと答えてもらってねえ気もするけど。そういうところも含めて人となりが伝わったんじゃないかな。サメ島さんのご協力でますますパワーアップしたインピッシュクローを今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これで終了です。お疲れ様でした。とんだ茶番に付き合わせやがって。帰る。おい、ソラ、ドアの鍵開けろ。ああ、まだビデオ回ってますよ。さっさと切れ、バカ。なあ、さっき思ったんだけど、俺ら鮫島さんと一緒に飯行ってなくね？そういえば一度も行ってないね。鮫島さん、仕事終わるとすぐ帰っちゃうからな。この後飯行こう。行きたい。そうですね、お仕事は終わったし、みんなでご飯に行きましょうか。な、いいよな、鮫島さん。一回ぐらい一緒に行きたい。店は選んでくれていいですよ、魚介類じゃなくていいので。ね、ハヤトさん。ったく、本当にお前らめんどくせえな。